こんばんは。ゆみりんが10時45分をお知らせします。イエーイ。お、新幹線見たよ。ありがとうございます。そうなんです、明日荻ゆかさんと一緒に、はい、カレンダーのショールームをさせていただきます。そう、もうメイクは全部落としました。さっきちょっと寝てたからな。うんうん、まあメール見てた人は C でお願いします。全然大丈夫なんで。それはメールの話。はい、了解。ありがとう。そう、睡眠大事ですね。睡眠大事。ワンワン。毛布がいいよ。そうなんですよ。テレレレテレーン。毛布。なんとですね、私の家なんですけど、これはあの、まあ後ろに布団がないじゃないかっていう話なんですけど、あ、エタワーが来たって。ごめんなさい、ちょっと今携帯なくて。何さんでしたっけ。あ、ゴビさん、ゴビ砂漠のゴビさん、ゴビさんとはありがとうございます。わっしゃわっしゃい、おじぎありがとうございます。まだ閉めてますよ。今日もっと清純ね。あー、not make and さっきまで sleep 3 minutes 3分だ。13 minutes sleep いえ、あ、ノーメイクか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はぁ、あ、はぁ、あ。スリーアワー、アワード。スリーミニッツ？ちょうど30分。なんでそんなイチャモン好きなんですか？あ、メイクは略だからメイクアップ。お、ノーメイクアップ、ナウ。ノーウェーマンですね、それは。あ、皆さん握手会ありがとうございます。皆さんのおかげで6部完売いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。どの部が売り切れてるんだっけ、ちょっとまだメモってないんですよね、ごめんなさい。配信終わってからメモりますね。あれだよね、確か。1月6日はもうトロブ、いやドノブ、ドノブ、ドノブです。トロブ、最後までメモってないんだよなこれ。あなたは何部って。私はトラブじゃないです。6-3-5-6。おお、嬉しい、ありがとうございます。あ、メモ帳使ってます。ちらメモ帳じゃない、これは手帳ですね。6-3-5-6だっけ。20日は何部だっけ。卓球部、そうなんですね、卓球部なんですね。はい、あ、そう、ペン、じゃーん、昨日見てた人ならわかる、じゃーん、4と7。なるほど、47 2、大阪356か、356、ほう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 、大阪の47と20日の47と6日の356。ありがとうございます。あ、じゃあ6部じゃなくて5部か、5部完売か、ありがとうございます。帰宅部なんですね。テレビの音じゃなくて外の音らしいです。でも大丈夫です、あのもうめちゃくちゃ寒いんで、あの窓を閉めてます。3月16の3部、へえ。ごめんなさい、まだ全然ん、あ、4部やで、4部かってことで6部か。へえ、ありがとうございます。暖房は出してないんです。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ダンキシェ先生こんばんはよ、コップくんクラップ、メルシーボーク。寒いって、ちょっと寒いですね。寒いよ。エアコンつけよう。いやーちょっとね。地球に優しい滝野なんで。財布にも優しいね。そうなんです。へえ、タワーが、エディだよさん、へえ、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、おじぎありがとうございます。エディだよさん、エディさんなのかな、それともあのエディさんを推してる方なのかな、かな。ありがとうございます。土地なりにしろ、ありがとうございます、ありがとうございます。赤
韓国の方なんですね。あ、じゃあエリーさんをされてる方なんですか。ありがとうございます。こんばんはよ。ね、嬉しいですね。こんばんユミリン、ユミリン。あ、このままアイカブもそうなんです。アイカブのイベントがですね、本日からスタートいたしました。ツイッターの方でも言わせていただいたんですが、はい、メールでも言いました。ぜひよろしくお願いします。いろんな人が見てますね。ね、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。どんな撮影、撮影したいの。いや、なんかもっと事前から撮影するって知ってたら、もう前日からパックするし、ちょっと顔のマッサージ入念にするしね。はい、だから頑張ります。私もちょっと顔のマッサージいっぱいしとく。グリ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 。ね、いつも見てるよってありがとうございます。コロコロしようってね、コロコロしないといけない。お、フィリピンから見てくださってるんですか。フィリピンって何、英語、フィリピン語。先住民大切ね。輪郭は紙で隠せる。はい、隠せる、輪郭は隠せる。タガログ語、タガログ語、タガログ語なんですか。ユミコ先生から見てます。いやー、もう滅びた方がいいですよ。ユミコ輪生はもうダメですね。タガログ語、へえ。でも第二公用語は英語だよって。ああ、ちなみにそのタガログ語でありがとうはなんて言うんだろうな。タガログ語、ためになったね。こんばんは、はじめましてって。お初、お初。あ、サラマッポ、サラマッポ、サラマッポ。ピンク、あー、え、またタワーが。ひえ、ちょっと私今無敵じゃないんですよ。今私普段ならディリリリッティリ翻訳キーがあるんですけど、ちょっと今日ディリリリッティリ翻訳キーをちょっとちょっとですね、別の方に渡してまして、実は。そうなんです。なのでちょっと今無敵じゃないんです。あ、エリーだよさん、韓国語でエリーだよさんなの、そのイコール。なるほど、エリーださん、ありがとうございます。わっしょわっしょーい、おじぎー、ありがとうございます。ありがたわーです。こんばんはよー。ひえー、うんうん、あ、さっきの方ですね。あ、お名前を変えて。なるほど、ありがとうございます。いい加減に翻訳しようよって。ごめんなさい、ちょっと今日はですねないんですよ。ごめんなさい。わっしょいわっしょい。あ、違う名前の、違う方なのかな。 ありがとうございます。
あ、肌白いってありがとうございます。へえ。10月15日、はい、今日は10月15日でございます。あ、肉まんの皮の匂いが好きだ。あー、わかるみ、もうね、わかるみ。これはお姉ちゃんはショールームを見てるのかな、見てるのかな。あ、聞きよるってしてないです、してないです。なんちゃらしたって言われたからしてないです。オッケー、はい、そうです。指針やって怒っちゃう、怒っちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう、また怒られちゃう。あ、 LINE です、そう LINE。 お、夢にのもめ、ここだけの話取っちゃった、ありがとうございます。あ、そう、右目戻ったんです私、超治りました。へえ、テスト勉強中に見てる。おお、頑張れ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 。私の弟もテスト中だった。今日みーちゃんといてタピオカが飲みたいって言ってて、でもタピオカの名前を弟アイカブログインしてないでしょって。あ、姉ちゃんアイカブのイベント始まったんでよろしく、あとママにも言っといて。ちなみにママはこの間のアイカブ選抜の時からずっと毎日やってない、姉からやってないときました。やってください。あとは弟にも言っといて、あとママはでも毎日アイカブしてくれてるから多分知ってると思う。なんかそう、ママはそのアイカブ選抜の時から毎日、あ、七並べするって、あ、お姉ちゃんが今から七並べするみたいです。今から七並べするみたいですよ。うちの姉ちゃんと当たりたい方はぜひ七並べの方に行ってください。なんかそう、毎日ログインしてくれてたみたいで、ママはだからなんかこの前30日ログインボーナスをもらったよって言ってた。ちなみになんかツイッターとかも見てくれてて、でもなんかその私の青春48切符のやつのなんかフォロー&リツイートで私のサイン入り T シャツがもらえるみたいのがあったじゃないですか。でなんかあれをしたかったらしくって、応募を。だからママからなんか、ね、フォロー&リツイートってどうやってするんって、フォロー&リツイートって何って言われて、うちの弟と私は、いや、そのままやんみたいな、いや、今自分で言うたやんって、フォロー&リツイートって自分で言うたやん、それ両方したらええだけやんみたいな感じで言ってて、そう、いや、自分で言ってるじゃん、フォローとリツイートしたらいいじゃんっていう。でもリツイートは一回教えたことがあって、リツイートはあのこの矢印のやつを押したらいいんでしょって、でもフォローが分かんないって言ってて、あ、そっか、うちのママは自分でフォローしたことがないから、だって今多分奈々さんと私と STU 公式と STU メンバーと押してるけど、それは私がなんかフォローしてあげたの、
あのこれフォローしときみたいな感じでこう、だから知らなくってフォローをしたことがないから、だからフォローっていうのはこのアイコンを押してフォローするって書いてあるでしょって、ここを押したらフォローできるんだよって、でさっきフォローリツイートしてたからもうこれで応募完了って言った。え、これで応募完了なんて、これ当たったらどうするんって言われたから、多分当たったらあの一番端っこのなんかお手紙マークがあるでしょって、多分あそこに連絡が来るから、そこのアカウントからで連絡が来なかったら多分当たってないし、多分当たったらここから来るんじゃないっていう、そうな感じ。え、あそこに連絡来るんだ、え、私はそういうそう思ってた、私はそう思って、だってそこしかなくない？それかあれかな、リプが来るのかな、当選しましたよみたいな感じで DM に連絡が来ると思ってた。そう、でもママはその DM が来たことないし、あのそうだ、別にママをフォローしてる人多分いないから、そうで、そうそう、だから多分 DM 来ても分かんないと思うから、はい、多分その辺は弟かお姉ちゃんが何とかしてくれると思います。うん、明日のギヨカちゃんとの配信楽しみね、私もすごい楽しみです。ユミニママのアカウントを探し求めたい、あー、ぜひ探してみてください。ユミニママフォローしてるでしょ、あ、してないです、してないです、全然。でもママは私をフォローしてる、なんかそう、ここからこうやってシュポってやったらあの新しいのが見れるから、なんかよくママになんかこう出る雑誌とかあったら教えてって言われるんだけど、いやツイッターとかから見たらええやんっていうので、ちょっとね、だからそういうところから情報を入手してって言ってるから、うん、あ、4万人調べればたどり着く、そうだね、4万人調べたらたどり着きます。こんばんはって、こんばんは。鍵アカならたどり着けないよ。ああ、多分そんなめんどくさいことしてないと思う。だってママ別にツイートしてないし、ママってどんなことつぶやくの？いや、なんかママは今日は何ちゃらしましたのためにツイートしてるんじゃなく、ツイッターしてるんじゃなくって、あのツイッターの情報を見るためと、あとはあのもともとはね、ショールームのためにアカウント作ってたの。ユミコイズザベスト、イエーイ。つぶやき方知らなさそう。え、絶対知らない、絶対知らないよ。あんこな、いいね、あんこ日記してほしい、確かに今日のあんこみたいなね、そんな感じ。イエーイ。ママさん星投げてる、あ、投げてる、投げてる、結構いろんな子の配信に投げてる気がする。この前はあかりんのにゃんた配信見てた、あかりんが猫通るよって言っとって、うーん、あかりんと配信頑張ってください、ありがとうございます。うーん、ツイートで星集めてた、ツイートで星集めてたりして、多分そんな分かんないことはしない、うちのママは見てたらたまる星って思ってる、
ちゃん大好きママリンね、あかりん、ミミにさぬき弁も混じってる。ああ、ママがさぬき弁なんですよ。香川の人で。昨日まで。昨日の夜ちょっと、今日の朝ちょっと。実家に帰ってたので、そう、ママと話しとったけん、ちょっと、さぬき弁も混じりつつ、山口弁も、混じりつつ、パパは山口の人です。山口と香川のハーフです、私は。ハーフです。そう、ミックスハイブリッドです。そう、外国の血は入ってないです。好きなキャラクターがありますか？ああ、私はですね、割とですね、あ、こんなところにコロコロが。ちょっと、アイカブのために、今のうちからしとこう。寒くなってきてるし、体には気をつけてねって。踊り姫がありがとう LINE です。今何の話してたっけ。あ、好きなキャラクターか忘れてた。好きなキャラクターはですね、私はですね、割と夢の国のキャラクターとかが好きで、まあ私そうですね、夢の国のキャラクターとか好きで、あとはですね、なんか割と犬のキャラクターとかも好きですね。黒い耳の垂れ長の、あったか、あそこにはないの、あった、まあこんなやつですね。ほとか、まあでもそうですね、あとはまあ夢の国のキャラクターは基本的に好きです。あ、これはね、なんかゆりがこの前つけて配信してた。なんかつけ耳はセーフらしい。ストラブがつけてたって。そう、顎割れるよ。そう、なんかね、ここやってたら、ずっとやってたら顎割れるらしいよ。へっへっへっへ。トラブルルールやからな。いや、なんかずっと配信してて切られてなかったから、じゃあいいのかなって思った。夢の国ね、いいですよね。グッズとかもすごく好きです。場所も好きですけど、鉄アゴ目指してるの？あ、目指してないです。
お金がなくなる国。そうです、いつの間にかお金がなくなる国です。東京じゃなく千葉だけどね。そうです。へえ、いいよね。海の方が好き。あ、でも私ちっちゃい頃陸の方に結構行ってて、まあちっちゃい頃だから海に行っても乗れる乗り物がなかったんです。だからそう、陸に行ってました。たくさん普通に生活してるのにお金がなくなる、なんでなんでだ。いやー、皆さんにとってはここが夢の国なんですよ、きっと。座布団2枚。なった。そうだ、皆さんに耳寄りな情報を。もうメールではね、もう1週間前ぐらいに寄った情報なんですけど、これはまあメール取ってる人はまあ、あれね、あれね、はいはいはい、もう分かった分かった分かったよ分かった、もう大丈夫、はいはいはいって感じで聞いててください。もうはいはい、もう大丈夫ですよ、はい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 って感じで聞いててください。わかんない、別に全然みんな興味ないかもしれないけど、ちょっと私的には歴史的瞬間、ちょっと興味なくても、じゃあ皆さん、うわーマジかー、やったー、ヒエーって言ってくれますか。反応、反応してくれますか。ちょっとじゃあ一回練習しておきますか。なんとほにゃららなんです。お、いいですね、完璧、すごいいいいいいい、すごい今なんかすっごい重大発表した気分。イエーイ、もういいですよ。はいはい、ゆっかわいいって、ありがとうございます。イエーイ、まあ手帳開いたら私すぐこれが出てくるんですよね。終わりはこっち。はい、仕込みは OK って、ありがとうございます。ですね、握手会さ、次さ、明日の13時までだっけ。明日の13時までですか。明後日か、明後日水曜日の13時まで、明後日か。うん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 、なんとですね、ノーウェーマンの握手会ですね、1月20日はですね、なんと私、巫女さんの格好をして握手をしようと思ってます。あー、いい、ありがとうございます。わーい、聞いてないよ、なんてこった、やっほー、いいいいいい、今来た人は多分ちょっと多分やったーってなってると思う、うん、まあ、人間ね、
これは行くしかとか、いやいや買うしかとか言ってたら、もう勢いでね行っちゃえばいいなって思ってるので、ぜひみこさん、ゆみこさんを、みこさんをします。はい、そうなんです。なのでぜひ1月20日に、まあ来られる方はぜひついでにタギの絵のやつも買うと巫女さんが見れます。ぜひ20日限定です。うんうん、おめ、もう剣買ってるんご、イエーイ、やったんご、やったんご。うーん、そうなの。来年何年？来年何年？え？うさぎ終わったよね。馬、羊、猿、鳥、鳥？犬終わった。イノシシ、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 今年犬年。今年犬年、イエーイ。今年犬年、来年イノシシ。今年ね、犬年でね、あれなんです、年賀状をあんこで作ろうと思ったら、ちょっとあまりにも忙しくって、ありがたいことにちょっと年賀状全然書けなくって、そう、そうなんです。てか私のね、年賀状毎年ね、犬なんです、犬年なんです。毎年あんこが開けましたおめでとうみたいな、あんこって感じ、うん、感じなんですよね。お、僕は牛年生まれです。あ、私も一緒、私も牛年、同い年かな、それとも一回り上かな、それとも一回り下かな、それとも二回り上かな。はい、でね、でね、私のまだ全然買える5月の56の握手会とかがあるんですけど、はい、あるんですけどね、私5月はそう、5月はさ56だからさ、子供の日じゃないですか、だからさ、ちょっとなんか5月もなんかしたいなって思ってて、そうなんです。でね、なんか鯉のぼりの格好をするのはどうかなっていうのを思ってめっちゃ調べてたんです。そしたらそんなもの売ってなくってそんなもの売ってなかった。私のイメージ的に、あの鯉のぼりでここだけ顔を出すみたいなやつを買いたかったんですけど、そんなもの売ってなかった。そう、ありそうだけど、え、なかったなかった、うん、作りしか、あ、それ今日カノンにも言われた、え、じゃあ作りなよみたいな、作ったらいいじゃんそんなものって言われた。あちゃんあちゃん、もうあーちゃんがいないってずっと言いながら言ってた。うーん、あ、カープ、あ、スライリー、なるほど、恋だからね、カープだから、なるほどね、そういうのもありか。うーん、あ、今日ね、なんかトリコアトリートっていうじゃないですか、でもトリコアラブっていう売り文句っていうか、トリコアラブって書いてあったんです、お店かどっかに、カノンに、でトリコアラブってさ、愛をくれないといたずらしちゃうよってことでしょって、
みたいなやってて2人で、すごい素敵じゃないみたいな、愛をくれないといたずらしちゃうよって、すごい愛だねみたいな話をしてて、その発想はなかったみたいな。トリックアトリートならあるけど、そうトリックアラブっていう発想はなかったって、その発想はなかったって言ってて、あじゃあトリックでってトリックしちゃうぞっていたずらされたい愛をください皆さん。そう7断る、そうカノンはあやちゃんの愛をいつでももらいしたい人。そうだからなんかカノンはそうあずさに言ったらどうなるかなみたいな、カノンはあーちゃんに言いなよみたいな、私ナナさんに言うからさ、ナナさんは多分よしよしぐらいしてくれるよって、でも多分もう忙しいからじゃあねって、よしよしじゃあねみたいな感じだよきっとみたいなあずさははい分かった分かった、お菓子あげるから、はいカノンちゃんはいみたいな感じで多分なんか茶化されるんじゃないみたいな、なんかでもなんかお互い あちゃんに言いたいあちゃんに言いたいって言って私ナナさんに言おうかなみたいな、二人でそう言ってた、言おうねみたいな感じで、トリックアラブ、平和って、そう、そうなんです。これは私とみーちゃんが今日名前を忘れたタピオカでございます。はい。確かにいいフレーズ、トリックアラブね、トリックアラブ良くないですか？トリックアラブ、お菓子。お菓子より愛の方が良くないですか？ね。1万人超えたってありがとうございます。ね、わかりみって。トリラブ。いいね、トリラブ。トリックはマネー、なるほどね。いやもうお金をくれないといたずらしちゃうよってこと。あーすごいなんかもう勝手ですねえって感じ。もうそれはねちゃんと自分で働いてねくださいマネーマネーって、マネーマネー、うーん、ユミリンを押さないとどうなる、うん、ユミリンを押さないとユミリンを押してない人になります。はい、そうです。お、インドネシアから来ましたよって、ありがとうございます。インドネシアって何語だろうな。サラマッポーはどこだっけな、ちょっと忘れちゃった。あ、タガログ語だ、タガログ語。タラマッポはタガログ語。テレマカシありがとう、テレマカシ。ちょっともう頭がごんじゃらがっちゃったごめんなさい、私ちょっとあんまり頭良くないので、あの本当に、ね、記憶力良くないんです、私すぐ忘れちゃうんですよ。もう
さっきあったことすぐ忘れちゃう。だからよく家にいる頃はママに、ね、今日の晩ご飯何って10回ぐらい聞きます。なんか学校から帰るときに、ママ今日の晩ご飯何って聞いて、なんちゃらとなんちゃらとなんちゃらよーみたい、やったーみたいな感じで言ってて、で家帰ってちょっとわーってテレビ見ようかな、ねママ今日の晩ご飯何ってさっき言うたやん、なんちゃらとなんちゃらやでみたいな、あーそれさっき聞いた気がするみたいな感じ。そう結構聞く。あ、食べたことは覚えてます。うん。俺もよく怒られる。一緒ですね。でもママは怒らずに別に、それあんた何回目ってなんちゃらなんちゃらなんちゃらよ、ありがとうみたいな。そう。あとはこうテレビ見てるときとか話しかけられても、あの聞いてないです。なんか言ってるな、うーんみたいな感じで言って、あとからねさっきなんか言ってたよねっていう感じ。そう集中しちゃうタイプなんですよ。そうそう。あ、ちょっとお腹鳴っちゃった。そう集中力があるんですよ、ちょっとね。ひえー、もう何時ですか？37分らへん、なんか時計がずれててね、ちょっと違うんですよ。33分だと全然、ほら全然違うじゃないですか。おいおい来たろ。ふーん、ね、お茶会歌に来てください、インドネシアに来てください、いやーモテモテ、瀬戸内に来てくださいぜひお待ちしてます。今度セカンドシングルも出るので、きっと私の予想じゃまたこう瀬戸内でね握手会とかライブとかあるんじゃないかなって思うので、ぜひ瀬戸内に来てください。あ、でもそうジャカルタとかね、インドネシアとかね行ったことないので、ぜひ STU48 呼んでください。 STU48 を皆さんの力で呼んでください。よろしくお願いします。行ってみたいですね。どっちって7県、山口県、広島県、岡山県、兵庫県、香川県、愛媛県、徳島県、どっち7県あります。うーん、ジャカルタ、そうあれですよね、あの来てくださってたお二人さんが AKB48 にね帰られちゃいますよね。もう今日最後だったみたいで、私全然お話もできてないしお会いもできてないんですけど、すごいオセロ世界一日本人小学生だって。うーん、ねえ、そう見たいいな私。そう握手会にさ一回こういらっしゃったじゃないですか。それはちょっとチラッとすれ違ったぐらいだったんですけどね。うーん、母さんに頭を使うゲームをしようって言われたんです。ちょっと私と似てるけど、私は
全国大会で優勝はしてないです。はい、してないです。栃木から応援してます。ありがとうございます。のんちゃんって誰？新谷ののかちゃん。何いるね。かわいい。あ、ゆみこ今日も綺麗だった。ありがとうございます。こんばんはよん。TikTok はしませんか？ああ、しませんね。アカウント持ってないんです、私。ななさんはやってるよ。ななさん、こうやって。自分のデータ出して、こうやって、こうやって。ズン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 ってやってるよ。そう。やってる。インスタもしてないですね、私。そうなんです。まあしばしお待ちを。きっといつかやるんじゃないですか。わかんないですけど、きっといつか解禁になるんじゃないですかね。ね、ツイッターもね、みんな一周全員ね、いつか解禁になるかもしれないし、インスタもね、いつかみんな解禁になるかもしれないし、それはわかんないです。でも今はちょっと待ってってことなんだと思いますよね。そう、もうちょっとね、私たちがこの芸能界に慣れていったら。あ、ツイッターいいねしてるよって、ありがとうございます。あ、パーカー好きね。え、めっちゃ好きなんです。最近めっちゃパーカーハマってる。ちょっとダボっとしたパーカーがいいんだよな。これもちょっと大きいやつ。待つのは得意ですね。本当に STU のファンの方は本当にね、待つのにたくさん、もう、ああ OK みたいな、もう寛容な、もう心広いファンの人がたくさんいるんじゃないかなって思います。もう少々ぐらいもう待ちますよみたいな、頑張ってねみたいな感じで、もうね、そう、すごく心がどんどん広くなっていってるんじゃないですか。皆さん本当にありがとうございます。優しいね、本当に。ほら、待つのは楽しみだからなって、本当に優しいね。あ、瀬戸内海のように心が開いて、本当にそうですよね。待ちますよって、ありがとうございます。辛抱強いね。ね、本当にありがとうございます。ね、ありがとうございます。最近試されてる気がしてきた。いや、もう試してるならはようって感じですよね。もうそんな、私たちも試されてるのかな。待たされてるっていう感じがなくなって、あ、それはもうあれ、洗脳ですよ。もう皆さん待ってますから、ね、待たされてますからね、皆さんは。そんなもう、はい、ファンも待つけど、メンバーが待たされてるの見るのはつい。まあ、それそっくりそのまま、もう逆にして返しますよ、もう。私たちが待つのは全然いいんですけどね。もう皆さんが待つのはね、もう私たち何回見たことかって。ねえ。洗脳されてた。そうですよ。皆さん待つのが、延期するのが当たり前ではないですからね。STU のファンをやってたらちょっと、もう、当たり前の感覚になっちゃうかもしれないんですけど、
はい、これは当たり前ではないですからね。はい、まあ早くねできるといいんですけどね。うーん、待つのもファンの役目って、ありがとうございます。うーん、最近麻痺してきたわ。ねえ、もう麻痺しちゃいますよね。うーん、頼もしい。慣れって怖いね。慣れに慣れって怖いですよね。STU 信者ですって、ありがとうございます。セカンドもって、セカンドはね2月に決まったので、まあ来年ですけど。ね、どんな曲になるか楽しみですよね。ひえ、今何分ですか。46分、こっちでは。もしもし地球ですか。こちら46分、こちら40、あ、地球は42分なんですね。なるほど、時差4分、4分の時差。へー、だってだって、よいしょ、ほら、こちらは46分です。47分になりました。4分の時差ってことは、4、なんだろうね、何億光年離れてるんだろうね。はい、どこにいる、それは言えないですよ。ヒント、4分の時差があるところにいます。はい、私の方がちょっと皆さんより時代を早く生きてます。ごめんけど、私の方が4分先輩だから。はい、4分先輩なんで。まあ地球はね、地球は40、まだね、地球は4分遅れなんですよね。うんうん、まあ早く4分後の世界にいらっしゃい。あ、そう、1時間4、ちなみにこれ1時間4分ずれてるの、ほら。で、私も12時48分なの。もうショールームできないの、本当は。本当はこっちの時間で言うと私ショールームできないんだけど、なんと、こう、一応ね、ショールームって地球のものだから、そうなの。だから、まあ一応地球の時間に合わせるかってことで、地球の時間でプッツリ切られるって感じ。あ、そう、1月6日。そう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 。本当に、そんな感じ。ハロー。うーん、どこに住んでる、それは言えないですよ。多分言ってもわかんないと思う、皆さん。多分来たことないんじゃないですか。はい。うーん、まあでも明日までには帰りますよ。明日なんて言ったって22時から荻ゆかさんとのショールームありますからね。まあ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 、明日までには日本に着くんじゃないですか、地球に。はい。ね、そうなんです。うんうん、マリーナの中、マリーナの仲間ではないけど、時々マリーナが発信してる電波は受信する、時々。あ、なんかまた言ってるなみたいな感じで。そう、うーん、ジャガーさんみたい。へへへへへ、ちょっと真似できないですけど、広島寒い、広島寒いです。へへへへへへ、広島寒いです。ジャガーさん知ってる？いや、ジャガーさんはもう宇宙のアイドルじゃないですか。髪サラサラで可愛いって、ありがとうございます。ふぅ、ふぅ、マリーナとの言語、多分言ってもわかんないと思う。うんうん、
今日広島に来たけど東京よりあったかい。本当に広島も寒いですよ。うんうん。どうやって地球まで戻ってくる。そう、多分ねえ、まあ何かしらなんかあるんです。移動するやつが、車でも飛行機でもない新幹線でもないやつが。そうなんです。どこでもドアではないです。ちゃんとシュッマッハマッハなんちゃらで何億光年先から。瞬間移動ではない、ちょっと時間かかるもんだって。シュバッて言ってスッと感じ。広島雨降って、広島雨降ってないですよ。へー、もしかしてメーテルさんで。あ、でも私はね、一応多分この辺切ったら血が出てくる。多分切ってみましょうか。冗談ですよ。へー、うんうん、いよいよクライマックスね。いよいよクライマックス。なんと今日はですね、あれ、今日はなんと、カープの日ということで。そうなんです、カープの日なんですよ。へえ、足長いなーね。カープの日なんです。なんと今日はカープが初優勝した日なんですよ。そうなんです。赤ヘルってそう。カープ女子にならない。私はカープ女子研究生ですね。まだまだ。なっちゃんが弱ってるよ。ね、早く会いた日。早く会いた日。なあさんね。そうなんです。ビールかけやってないですね。ビールが飲めるようになりたいな。ね、コリア11時49分。韓国は11時49分なんですね。こっちは53分です。じゃんじゃんじゃん。なあちゃんの755ね。なんかこの前夢にななさんが出てきて、なんだろうな、ちょっと忘れたけど夢にななさんが出てきたの。そしたらなんか午前中にななさんから LINE が来て、ひえって、へえみたいな。で、わーい、今日ななさんが夢に出てきたんですって、わーいって言ったら、イエーイみたいな。うん、夢か現実か分かんなくなっちゃいますみたいな、と現実だよみたいな感じで。そう言ってくれた。そうそう、ね、優しい世界。そうなの。あとは奈々さんの返しが可愛かったんだけど、それはまた次の日のお話で。
あしまい、すごい可愛いエピソードがあるんです。今日カノンとかみーちゃんとかあかりに言ったらすごい悶絶してた。可愛いなあさん、可愛いってみんな悶絶してた。可愛いエピソードがあるんです。次回予告、ななさんの LINE の返信が可愛い。のまき、まあ、しかも明日ショールームできるかわかんないしね。私22時からおぎやかさんとショールームするからさ、ちょっと自分のショールームはできるかわかんない。ねえ、秋の握手会やった、いいな。私も会いたかった、福岡行きたかったな。私も握手会並べばよかった。全額だから行けたよね。私全然券持ってるから。全然ソロレーンでしょ、全然行ったわ、全然まとめ出ししたわ。行けばよかったな。しかもあれでしょ、ゆいあれでしょ、なんかいろいろ踊ったんでしょ、法定速度と優越感とか踊ったんでしょ。いいなぁ、なんちゃんも制服着たらしいよ。いいなぁ、へぇ、並ぶのか。いや全然並びますよそんな。並べばよかったなぁ。いいなぁ、盛り上がるんですね。そうだよね、バレたら握手まとめます。いや多分バレたら私絶対めっちゃ怒られる、絶対怒られる私。もう私多分できん握手会できんになっちゃう多分。うん、そう多分バレたら怒られちゃう。すぐバレるよ。いやー私できになっちゃうから、もし皆さん見つけてもそっとしといてくださいね本当に。あ、さっきの奈々さんに会いに来てるんだな、 あの件全部奈々さんに使うんだなって思ってください。そのまま終わってからさ、終わってからも騒がないでください。もうそっとしといてください。よしよし、ね、そっとくしとくし、拡散もしませんって。ありがとうございます、察します、ありがとうございます、はい了解しました。なあさんにもこうやって、初めて来たんです、なあちゃんかわいいってやってくる。そしたら多分私ってわかんないから、本当にありがとう、初めて来てくれたの、わーみたいな感じで言ってくれるそう声も変えてちょっと、あ怖い怖い怖い、こうやって顔だって多分ね、あ奈々さん、いくら奈々さんでもね多分ね、そう多分ね顔見たらわかると思うのね。そうん、企画もので、いいな、企画もので やりましょうよ。企画で、全然企画でやりましょう。私こうなんだろうな、ウィッグかぶって髪めっちゃ短くしてちょっとダンスをして絶対結婚しようなって言ってくる。ナナさん、え絶対結婚しようなって言ったことあります？皆さん、ナナさんにどういう反応されるんだろうな。どういう反応されるんだろう。あ、ない、言ったことないんだ、言えないやろって。あ、誰言ったことない、好きしか言えないってしようねって言われそう。やったー、やったー。
じゃああれだね、もうさ、なんか言われてもごめんなさい、私もう結婚相手決まってるんでって、お友達かって言われそう、あー言いそう、優しく笑い返してくれそう、うん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 、優しいね、ね、あ、いや真面目だから適当なこと言わない気が、そうなんだ、本当にありがとうみたいな感じでちょっとスルーされるのかな、なんか絶対結婚しような、本当にありがとう、本当にありがとうってさ、うんともいいえとも言ってないじゃん、だからさ、あれだよね、お礼は言ったけど結婚しようなについてうんもいいえも言ってないから、あれだよね、いい返しだよねこれは。ね、そうですよね、誰も傷つかない、あ嬉しいです、なるほどね、え、めっちゃ嬉しい、ありがとう、バイバイみたいな。確かに奈々さん口約束はしない、あ壇上ね、はい、第13位七福神さん、ありがとうございます。第12位が、ズームレンズさん、ありがとうございます。第、11位がいかりさん、ありがとうございます。第10位が、にるっちさん、体調良くないの配信ありがたきの大事、全然いいですよそんな、ありがとうございます、バッチシバッチシ、ありがとうございます。第9位、西宮のヨネさん、ありがとうございます。第8位カッパ、ゆみゆみより一年ありがとう、毎日笑顔の源だよしき、ありがとうございます。第7位ハルミンさん、滝の読みかかみおし、ありがとうございます。第6位のぞみ4号さん、ありがとうございます。第5位トリダーさん、ありがとうございます。第4位がキューさん、ゆみりんトリックオアラブ、わーい、ラブラブ、ありがとうございます。第3位がくまねパパさん、48キップのゆみりんにやけすぎ可愛かった、おー見てくださったんですね、ありがとうございます。第2位、あと1分、やばいやばいやばい、あと1分ですね、オッケー、帰ってきた私。第2位がゴビさん、ありがとうございます、こんばんはよ。そして第1位がトムさん、ありがとうございます。はい、あと何分、あと何秒、もう終わっちゃう、ごめんなさい、私も時計がちょっとねずれてて、明日も頑張りゆみりん、もう終わる、もう終わる、明日も頑張りゆみりん、明日22時から、おぎゅうかさんとショールームがあります、ぜひ見てください、ありがとうございました、最後までバイバーイ。